9月5日衆院が解散された与党と野党は経済政策の重要な橋として最低賃金の引き上げを訴えており時給1500円を目標としているしかし自民党や公明党の主張のように2020年代にこの目標を達成するには年平均89円という大幅な引き上げが必要である この急激な人件費の増加は、中小の製造業が多い関西経済に逆風となる可能性が高い。中小企業の倒産や経営悪化が広がれば、多くの労働者の生活も苦境に追い込まれるだろう。石破世首相は記者会見で、20年代に最低賃金の全国1500円への引き上げを目指すと述べ、公明党は5年以内に最低賃金1500円達成を掲げ、 立憲民主党も最低賃金1500円以上を求めている。これは働く人の所得を増やし、消費を刺激し,して経済を活性化する狙いがある。しかし、令和6年度の最低賃金は全国平均で1055円であり、関西では大阪府が1 1 5 4円、京都府が1058円となっている。全国平均を2020年代に1500円に引き上げるには、 過去最高の51円を大きく上回る添平金の引き上げが必要である。専門家は、無理な目標と指摘している、特に関西経済は中小企業が権力しており、大阪府内の製造業の事業所数は全国1位である。中小企業で働く人の比率も高いため、人件費の増加が中小企業の経営に打撃を与えれば、倒産による失業など、多くの人に悪影響が出る可能性がある。 とはいえ、物価上昇率が2%台と予想される中で、それを超える引き上げが必要だとの意見も多い。そのためには、中小企業が人件費の増加を製品価格に転嫁できる環境整備が求められる、デジタル化や省力化による収益力強化も必要とされており、奈良県彦真市のメーカーの後継者は、高価格でも勝負できる高付加価値の製品を作り、 利益をを最低賃金の引き上げにに回せるようししたいと意欲を示している長浜氏はこうした取り組みへの政府の支援が重要と指摘し、経営改革に向けた設備投資への助成金や、最低賃金を単独で上げられない企業の合併・買収への税優遇などの施策を継続し、こうした施策の周知もしなければならないと述べている。 2020年代までに最低賃金の全国平均を1500円にするには、今後5年間、年率7.3%という驚異的なペースで最低賃金を引き上げなければならない企業の人件費負担が重くなり、価格転嫁が困難な中小企業を中心に倒産、廃業が相次ぎ、失業者が増えることになる急激な最低賃金の引き上げは、国民生活をかえって急乏化させてしまうという。 本末転倒の結果を招く可能性が高い。また働き手にとっても最低賃金の大幅アップは生活環境の改善を保障するものではない。配偶者のいるパートタイムやアルバイトの従業員は、年収の壁が存在するため、時給が上がって年収が一定水準を超えると社会保険料や各種税金の負担が発生することになり、勤務時間を減らすなどの就労調整をしなければ手取り所得が減ってしまう。 時給アップで年収が増えた時に税金や社会保険料を差し引いた手取り所得が減らないような仕組みを作る必要もあるだろう最低賃金が上昇すること自体は良いことだと思いますが確かに上昇ペースが早いと考えられます当然ながら最低賃金引き上げの影響は中小企業で厳しくなりますまた東京では中小企業勤務者は全体の40%ですが 東京以外の道府県ではそれが80%となっており地方ほど中小企業勤務者が多いことを考えると影響は地方ほど厳しくなることが考えられますこうしたことを考えると激変緩和措置等が求められると思います工程表や業界ごとの支援策等中小企業に配慮した対策が重要です賃上げと中小企業対策の両立を目指す必要があります 労働生産性の上上上昇率をを回るる賃上げは、企業収益を圧迫するため持続しません。労働分配率がすでに目いっぱい高まっている中小企業ではなおさら持続的な賃上げには企業が省力化投資や情報化投資働く人への投資をしっかりと行い労働生産性を高めることが重要言うは安しですが中小企業には難しい課題でもあります 投資減税や賃上げ減税などの支援策が必要でしょう時給を上げても、扶養の上限を変えなければ、扶養内で働きたいという人たちが短時間勤務になるだけだと思うんだけど、あるいは企業側が人件費を抑制するために、週に1 5時間とか30時間勤務の人たちを、数時間減らされる契約に変更させられると、その分の業務は正社員が頑張ればなんとかなるだろうと思う中小企業の経営者は多そうだね。高すぎる。る批判もわかるが。 現在最低賃金ではフルタイムでも年収200万円以下で最低時給1,500円になっても年収300万円には遠く届かない最低賃金の労働内容も昔に比べたらかなり高度な能力が求められるし少子化を止めるためにも最低賃金の人々にも結婚して子供を育てられる環境が必要で。 最低賃金を上げていく議論は必要だと思う上がったとしても物価も上がるのだから生活は変わらないどころか年収が上がることで税金の支払いや社会保険料年金の支払いなどが上がっているこれでは最賃金500円にしても一時的なものにしかならないなぜ車を所有する人が減ったのかなぜ購買意欲が出てこないのかなぜ生活保護が増えるのか トータルで考えてほしい。賃金を上げれば、当然資金繰りに悪影響を及ぼします。賃金に合わせて社会保険料の事業主負担分が増えるのでダブルパンチです。それだけじゃない。給与、社会保険料は消費税の控除対象外です。費用が増えて利益は減る。資金繰りも悪化する。でも、消費税は減らないというトリプルパンチになる。それなら、直接雇用せずに派遣や外注の方がいい。という回答が導き出される。 せめて半分だけでも消費税の控除できるような特例を設けないと雇用の促進賃上げには踏み切れないと思います大企業はクリアできそうな問題だと思いますが中小企業はそうではないと思う円安ドル高が続いている以上最賃を高くしても企業が苦しむだけ国内生産がしっかりできている国なら別だと思いますが今の日本の課題はどうしたら金利を上げずに円安を解消できるかだと思います どうしても賃金を上げたいのなら大企業と中小企業の選別をしたり 所得税や社会保険料が上がるわけ消費税などの減税もしないとバランスが取れません日本企業の99%が中小企業なのでそこを伸ばしてあげないと底上げにはならないですね企業全体がトヨタ自動車とかと同じ基準で考えているのはちょっともちろん議員の裏金問題がないことが前提ですけどね医療の主な収入は保険診療です上がった消費税分を吸収するプラス改定もできていません 物品、高熱費、人件費、すべてにおいて負担が増えています。見合ったプラス改定をお願いします。窓口では患者さんから消費税はいただきませんので、仕入れ税額控除も適用されていません。消費税を払い、場合によっては消費税の納税もしています。自由に価格転嫁もできませんし、自助努力にも限度があります。日本の正社員の初任給はアメリカやオーストラリアのアルバイトの月給よりもかなり低い。 そんなことを感じたのもすでに10年以上も前の話。日本国外に出てみていろいろわかる日本の柄系状態のありさま。今年もスペインやポルトガルを訪ねましたが日本がどんどん衰退途上国になりつつあるということを実感しています。バブルの頃に戻れとは言いません。少しでも経済的に余裕のある国になってもらいたいと願うばかりです。別にいいと思います。 私は小規模事業者ですが、1500円でしっかり働いてくれる従業員なら見なってますよね。しかし、その賃金を生み出すのもまた会社で働く全員なわけで、働く気がない人がいればいるほど他の従業員がそれを補填するためにさらに働かなければなりません。ですので1500円だろうが2000円だろうがいいので、やる気のない人、マイルールで職場を生み出す人を簡単に解雇できるようにしてほしい。 雇用される側がある程度守られるのはわかりますが事業主もまた人生かけてます従業員に見合った賃金を出して生活を潤し人生を楽しく過ごしてもらえるようにするのが私たちの役目ですがそのためには悪いものは早急に取り除かねばなりませんので働く人にとっては最低賃金上がるのは嬉しい企業は負担増社会保険加入の範囲も広がったし ここ数年企業の人件費の負担も急激に大きくなってるのでは企業は採算を取るために商品価格を上げなければならない商品価格が上がると結局消費者の負担になるそうなると悪循環では政府にとっては給料上がると所得税が増えるし社会保険加入者が増えると保険料の財源も増えるから嬉しいだろうもっと企業も働く人にとっても喜ぶ政策はあるけどな消費税を下げるとか議員の人数減らし 議員の死と不明金をなくすとかまずは率先して自分たちの待遇見直しが先なのでは景気はこんな状態で売り上げは上がらないのに最低賃金を上げても会社がそれに耐えうる体力がなければ会社は倒産し結果的に経済を後退させる結果になりませんか会社の運営にとって労務費は軽視できません人件費削減のために採用を控える扶養の範囲内に収めるために労働時間を削減する これが社会のためになっているのか疑問でしたありません。最低賃金は上げればいい話ではないと思います。経済状況に合わせて柔軟な対応ができなければならないと思います。大手企業のように利益を確保してから下にに分なげるシステムなら賃金の値上げもできるでしょうが、物価高でさらにそれを削られている冷細企業には店をとどめろと言ってるんでしょうね。これからはますます 低所得者や生活保護者が増えると思うので物価高でもうかった消費税と生存競争に勝った富裕層からの高額税金でそういった方々を支えてほしいと思います賃金が上がるに伴い社会保険料、健保、年金、所得税、雇用保険、住民税が上がります。社員の負担が増えますし当然事業主負担も増えるので最低賃金が1,500円になったら。 倒産する会社が確実に増えます。フルタイムのパートさんでは基本給24万円になるので、正社員の給料も合わせてあげなければならなくなる会社もあるでしょう。そもそも社会保険料が高すぎるんです。どれだけ低賃金でも給料の1、4カ国に徴収されてしまう。社会保険の仕組みは、収入に応じて保険料が変わるシステムになっています。 ちょっとくらい賃金が上がっても実際の手取りは増えません賃金が上がったことで社会保険料が増えてしまい賃金が上がる前よりも手取りが減ってしまうケースがあります固定費以外に残業が多かった場合政治家が最低賃金を上げるのは国民のためではなく税収を増やすためなのです騙されてはいけません賃上げのためには無駄な人件費の削減つまりフリーライドしているような無駄な社員の 首切りりりをよしししやすすすくななければ無理でははいいかと思いまま必ずその議論は起こります選挙では甘いことばかり言うのではなくそういったことも包み隠さずしっかり国民に伝え賃金か安定か日本の未来を選択する機会を与えてほしいですこのように最低賃金の引き上げに関する議論は日本の経済政策において重要なテーマとなっている。 政府や政党が提案する目標の達成には、現実的な戦略と中小企業への支援が不可欠である。急激な人件費の増加は、経済全体に影響を及ぼし、特に関西地域の中小企業にとって大きな課題となるだろう。持続可能な経済成長を実現するためには、企業が適用できる環境を整備し、労働者の生活を向上させるための取り組みを進める必要がある。 政府の支援がこの目標の実現に向けた鍵となるであろう。